インゴシュトイヤーは、ドイツ、ケムニッツ出身の男性フィギュアスケート選手。1998年長野、オリンピックペアドーメダリスト。1997年世界フィギュアスケート選手権、ペアチャンピオン。パートナーは、マンディベッツェルなど、コーチとして、アリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコービグミを5度の世界チャンピオンに導いた。旧東ドイツのカール・マルクスイコール・シュタットに生まれ。 幼少期にスケートを始めた。マヌエラ・ラントグラフとペアを組んで1984年の世界ジュニア選手権で優勝。同選手権初のドイツ人優勝者となる。1988から1989シーズンよりイネス・ミュラーとペアを組み、欧州選手権で7位になる。1992から1993シーズンからマンディベッツェルとペアを組み、1995年の 欧州選手権に続いて1996から1997シーズンの ISU グランプリファイナル及び世界選手権で優勝。1997年、膝の手術や交通事故に遭うトラブルを経るも、翌年の長野オリンピックで銅メダルを獲得、後プロに転向した。コーチとしては、アリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコービ組を指導した。同ペアのトリノ・ゴ出場前、 シュトイヤーは東ドイツ時代にシュタージに協力していたという告発を受けた。一旦は代表チームから外されたが、大会直前になって、ベルリン地裁の処分撤回命令を受けて、チームに復帰する。その後も、シュトイヤーとドイツスケート連盟との確執は続き、サフチェンコとゾルコビは、コーチの変更を迫られ、これを拒否したため国からの財政支援を打ち切られるなど、したが、 2007年5月、ドイツスケート連盟がシュトイヤーを同ペアのコーチとして正式に認めたことにより、騒動は収束した。2014年の秋に長年指導していたアリオナ、サフチェンコとの指定関係を解消して、アメリカのコーラルスプリングスのフロリダパートナーズアイスレムに移籍し、ジョンジマーマンのチームに加わった。給与の未払いと過去のシュタージの関係により、 スケート連盟からの援助を受けられないことを理由としている。さらには2018年ピョンチャンオリンピックに向けて結成された韓国発の2組のペアのコーチも担当する。トリノゴーリンシュトヤー、ドイツゴリンチームへ復帰。a f p b b 2007年11月21日、閲覧、フラダ、トティナ、ミッションアコンプリッシュと。ゴールデンスケート、2007年11月21日、 閲覧、ストイヤー・ジョインズ、チンマーマン・ツトレイン・デニー、フレイジャー・ハットピ、ありがとうございます。